はい、映像キャプチャーデバイスで、まあ、ちょっとこれ癖が強いので、情報共有したいと思います。まず映像が出ないとかっていうのはないと思うんですけれど、実はこれ音を、まあ、今ちょっと設定しちゃってますけど、音声も HDMI 経由でキャプチャーすることができます。で、まずは、キャプチャーしたいデバイスを起動していただいて、HDMI ケーブルとかつないで、で、これやると、映像は出てそうですと。で、そうして、ここで、音声出力モードを、デスクトップ音声出力に変えて、カスタム音声デバイスを使用するところを、デジタルオーディオインターフェースのキャプチャーカードにすると、これを、で、HDMI の音を、まあ、このように、拾ってますよね。拾うことができます。で、OBS のプレビューでもプレイできて、全画面表示とかもできるんですが、全画面プロジェクターソースとかっていうのをやると。ただ、ラグいので、おすすめしません。てか、自分はできません。スプラトゥーンって言うて 60Hz ぐらいしか出ないはずなんですけど、まあそれでもちょっとラグがあるとプレイに支障をきたすので、90出るのかなこれ。まあちょっと、研究開発チームの人は知ってるので、まあ知ってるというか、まあ、にちょっと話は聞いたことがあるので、あれですけど、まあ FPS まではちょっと知らないですが、これゲームエンジン使ってないので、あ、ゲームエンジンっていうか、独自のゲームエンジンっぽいので、まあ、ニンテンドースイッチの限界、速度が出るはずですね。で、OBS で、まあ、それは別の話で、OBS で録画するんだったら、なんだ。じゃあ、OBS で、スプラトゥーンを、キャプチャーして録、配信とかするんだったら、絶対、パススルーじゃないとちょっと、プレイに支障をきたすというか、気持ち悪くなったと思います。で、自分のは、キャプチャーカードが、ちょっと5000ちょっとぐらいの安いやつなんで、上下にちょっと帯が入っちゃって、切れてますけど、まあいいや。なんだこれ。どういう演出なんだろう。こんな感じで、よいしょ、閉めらんないぞ。そんな感じで、はい、また遊びましょう。バイバーイ。